マンダリンオリエンタルハイドパークロンドンは、イギリスロンドンのナイツブリッジにあるホテルであり、マンダリンオリエンタルホテルグループに属している。敷地は、ロンドンナイツブリッジのブロンプトンロードに面しており、道道路とハイドパークとの間に位置している。建物は、1889年に、紳士クラブとして建てられ、赤レンガや、ポーランド石を建材にした、ビクトリア徴用式となっている。 客室数は2010年現在198室であり、ほとんどの客室からはハイドパークを眺めることができる。このほか、レストラン、バー、ボールルーム、スパ、ビジネスセンター等の施設もある。日本の旅行ガイドブックでは高級ホテルと紹介され、王公貴族や各国の貴賓、上流階級の人々にロンドンの別宅として愛されているとの表もある。女王エリザベス2世は、 妹の王女マーガレットと共に、ここで最初にダンスを学んだと言われている。また2005年10月には、元首相、マーガレット・サッチャーの80歳、誕生日パーティーが、女王エリザベスに水林席のもと、ここのボールルームで催された。1889年に、紳士クラブとして建てられ、内部には、食堂、ビリヤード場、喫煙室等が完備されていた。その後、 1899年に火災に遭い、三つの木座橋と屋根の一部等が焼損した。この時、消防隊のはしごが建物の高さの途中までしか届かなかったにもかかわらず、建物内にいた人は全員無事避難に成功した。火災後は改装を行い、1902年にハイドパークホテルという名称のホテルとして再生した。内装は火災で無事だった。 大理石の天井や床に、18世紀のシェラトンや、ハップルホワイトといったデザイナーの影響を受けた、家具、フランスのルイ15世からルイ16世の時代の暖炉、等が組み入れられた。1911年から1912年には、ボールルームがルイ16世の時代を思わせる様式に改装された。紳士クラブ時代の建物の玄関は、ハイドパーク側にロッジアを介して置かれていた。 しかし、1902年にハイドパークホテルとして再開した際、ハイドパークは王立公園だったため、公園内にいかなる広告物の設置も許されなかったことから、ホテル名を掲げた玄関を設けることができなかった。そこで、ホテルの正面玄関は反対側のブロンプトンロード側に移った。一方、元の公園側の玄関は、ロイヤルエントランスとして、以来、 王室が許可しない限り使用できなくなった。1937年のジョージ6世戴冠式の際には、その宿泊客のために特別に開かれている。現在、同ホテルはこの伝統を守り、使用する際には、その許可をイギリス政府の王立公園を管理する部署へ求めている。この玄関の使用許可を与えられている宿泊客には、日本の皇室、 南アフリカの元首相、ジェームズ・バリー・ミューニック・ヘルツォーク、ウガンダ共和国の大統領が含まれている。1996年に、マンダリン・オリエンタル・ホテルグループが、ハイド・パーク・ホテルを買収し、マンダリン・オリエンタル・ハイド・パーク・ロンドンと会唱。5700万ポンドをかけて改装し、2000年5月に再開業した。ありがとうございます。